大阪政治衆議院議員です。よろしくお願いいたします。皆さんご苦労様でございます。民主党衆議院議員の大阪政治でございます。この降りしきる雨の中、本当に長い時間にわたって大きな大きな抗議の声を上げていただいております。実は皆さんのこの抗議の声、昨日の参議院の理事会室だけじゃなくて委員会室にも聞こえておりました。そしてその委員会室には手持ち無沙汰でうつろな目をした安倍総理が座っていた。安倍総理の耳にも皆さんの声は確実に確実に届いております。しかし皆さん、私は政治家になっても20年以上が経ちますけれども、これほどの危機を感じたことはありません。これまでもさまざまな危機がありました。小泉総理は小泉総理なりにこの人変だなぁ、いろいろ思いました。小渕さんの時だって悩ましいなぁと思ったことはたくさんありました。だけれども歴代の総理すべてがおかしいとは思っても、みんな憲法の枠内で仕事してたんですよ。必ずおかしな政策であってもどうやって憲法の枠に収めるか、それを考えて仕事していたんですね。ところが今回の安倍さん、憲法の枠も立憲主義も法律も何にも知らない、とんでもないじゃありませんか。こんなですね、もののわからない方を総理にしておくなんていうのは国民にとって不幸だ。一刻も早く退陣をしてもらわねばならない、そう思っております。そして皆さん、今回の法案の中身がおかしいだけではありません。この間のさまざまな国民の皆様に対する権力の押し付け、横暴、これがあるんじゃありませんか。例えば昨日の横浜、そしてこの国会周辺、何人の方が警察に逮捕されたんでしょうか。20名以上と聞いております。これが本当に言論の自由な民主主義社会の在り方なんでしょうか。皆さん、そして昨日国会の中では信じられないことが起きてしまいました。国会の中は三権分立、他の権力からは干渉されない、そして自由闊達に議論ができる、これが国会で保障されているものであります。そしてその言論の自由を国会でしっかり果たすために、衆議院には衆議院の衛視さんが、参議院には参議院の衛視さんがいて、さまざまな秩序を守っております。ところがですね、昨日この衛視さんの中に私服の警察の方が入っていたんですよ。そうしてあたかも河野池委員長を守るかのごとくを言って、実は国会議員の方々の服を押したり引いたりしたという、そういう話があって、我々はそれを目撃して愕然としてしまいました。皆さん、これが本当に三権分立の民主主義の国なのか。私たちの国はこれほどの危機に今来ているということであります。したがって皆さん、この声を上げ続ける、これを絶対にやめてはなりません。これを続けなければならない。そして最後の最後まで追い込んで、あの法律を廃案にする、そのために共に力を合わせて頑張ってまいろうじゃありませんか。私たち民主党も皆さんと共闘してしっかり頑張ることをお約束申し上げ、ご挨拶をさせていただきます。ありがとうございます。民主党大阪政治衆議院議員でした。新井佐藤氏衆議院議員です。よろしくお願いいたします。皆さん、私衆議院議員の新井聡です。
海道です。自民党は今回のこの法案を、こんなひどい法案を、安全保障の環境が変わったからだ、危険になったからだと、そういったこの法案を立ててきました。しかし私たち北海道は北方四島を抱えている、ソビエトと国境を接していた北海道は、まさしく安全保障の一番の最前線にずっと立っていたんです。あの北方四島で漁船民が銃撃されたり拿捕されたりしたことがたくさんあったんです。でもそれでも決して集団的自衛権を許さない、あの平和な憲法を守っていくんだ、その固い決意で今までやってきたんです。環境なんか変わっていない、むしろ中国との間は日本の貿易額の 15%、 世界最大の貿易国になってるんです。そんな国と緊張関係が重なるわけがないはずです。それは両国の国益に反するからです。皆さん、この法案は11本の法案を2つにまとめて、1本は10本の自衛隊法の改正とか PKO の改正とか、10本の法案を1つにまとめたんです。1本100時間かけるぐらいが本当の審議時間が必要なんです。1000時間ぐらいの審議時間が必要なんです。それを100時間超えたから審議終了だ、そんな暴論はないです。中身聞けば聞くほどわからない。2つ理由があります。1つは憲法違反だからです。そしてもう1つは、あまりにもたくさんの法律を1本にまとめて、何が何だかわからないようにしてしまった。政府の法案の提出の仕方に問題があったんです。こんなもの成立させては、私たちの子孫、孫や子供に合わせる顔がない。そうでしょう。今参議院で仲間が頑張っています。この参議院で不信任案、委員長の不信任案を出しました。委員長の不信任案が出たから委員長は一回退場します。そして不信任案を審議するために、委員長は佐藤さんという自民党の筆頭理事を指名して、その方が委員長代理になりました。これは不信任案を審議するための方法です。ところが、この佐藤勝さん、委員長代理の佐藤勝さんが法案の集結として採決しようとしたんです。こんなことは前代未聞です。あまりにもひどいから、そのことを福山君や、あるいは私たちの仲間が指摘をして、それをやめさせました。今委員長の不信任の討論をやっています。何としても委員長を不信任にして、そしてもっとこの議論をしなきゃダメだ。あの変な法案、憲法違反の法案、不可解な法案、これを一つ一つ明らかにしていかなければなりません。そしてそういう過程の中で、今回野党が結束しました。民主党が共産党と一緒に手を携えて反対運動するなんてあまりなかったんですよ。沖縄ぐらいですよね。でもそれを乗り越えさせたのは皆さんの力です。若い人たちの力です。沖縄でも成功したことは、ここでも成功させなければなりません。ぜひぜひ一緒に頑張りましょう。何としてもこの法案反対にして廃案しましょう。以上です。民主党の新井聡です。それでは戦う野党の皆さんが駆けつけています。まず最初に民主党辻元清美衆議院議員です。よろしくお願いします。
の。国会の外に出たら少数であるような人たちが、そして何よりも国民を切り捨てる総理大臣が権力をハイジャックしてクーデターを起こしているに等しいと私は思いますが、違いますか。今日は安倍総理はじめ政府与党は国民の声を切り捨てました。皆さん、これをこの悔しさをバネに押し返していきましょう。先日おとといシールズの奥田さんが国会の中で魂からの叫びのような、民主主義を守れ、心の声を国会の中で訴えました。それに比べて安倍総理の言葉の軽いこと、軽いこと、どっちがこの国の総理大臣なのかと私は思いました。どうぞ皆さん、私たち立法府の責任として歴史に恥じないように、そして憲法を守り擁護する義務、憲法99条を守るためにも、私たちはこの法案、廃案に向けて体を張ってあらゆる手段を使って阻止をしていきます。共にこの歴史の中で、あの日が曲がり角だったねということにならないように、共に力を合わせて頑張りましょう。ありがとうございました。頑張れ、頑張れ。辻元議員、ありがとうございました。必ずこの法案を廃案へと追い込んでいきたいと思います。皆さん、ありがとうございます。最後の最後まで頑張ってまいりましょう。国会の中で頑張りましょう。それでは皆さん、ありがとうございました。紹介いたします。愛知から来ました。